ます。ささ、シフィー様はこちらへ。コッコロさん、どこへ行くの？え？おめでとうございます。わー、パチパチという感じでどうですかね。では私も後ろからクラッカーを鳴らして応戦いたします。はあ、当日が待ち遠しいですね。二人とも何をしているの？シェフィーは初めてだもんね。あの日が近いからって予行練習してんのよ。気が早いわよね。あの日？その通りです。いよいよ記念すべきあの日がプリンセスコネクトリダイブ 3.5 周年。やばいですね。って何しれっと参加してんのよカリン。いいじゃないですか。ギルド管理協会として私も皆さんと一緒にお祝いをさせてください。それに記念日が近づけばとっておきの情報をお届けしますから。というわけで今日からシェフィーちゃんも一緒にカウントダウンしちゃいましょう。 3.5 周年まで。あと14日。3.5 周年まであと13日。豪華に、そして盛大にお祝いしたいですね。豪華といえば、前にとある貴族様が舞踏会を開かれたそうで、主様がそのお手伝いをしておりました。そこで美しい所作を学ばれたので私も教えていただきました。シャナリシャナリ、いかがでしょう。すっごく上手ですよ。まるでお姫様みたいです。せっかくなので私もシャナリシャナリ。さすがでございますペコリーヌ様。いや、あんたはできなきゃダメでしょ。本物のお姫様なんだし。シャナリシャナリ。案外できるものね。うん、シェフィーちゃん姿勢がとっても綺麗です。さあ次はキャル様の番でございますよ。あ、私はいいわよ、そういうの全然わかんないし。大丈夫、やってみると結構楽しいわよ。ほらほら。そこまで言うならシャナニュウキャッハー。もうなんで私がこんな目に。まあまあ、記念日までに練習すればできるようになるかもしれません。よろしければお教えいたしますよ。よし、あんたたちができて私だけできないのは尺だし、やってやろうじゃないの。3.5 周年まであと12日。記念日当日はもちろんですが、その日を待つ時間というのも心躍ります。わかります。どんな特別な料理を食べられるのか考えるだけでワクワクしますよね。特別な料理といえばお祭りですね。そういえば主様は学生として声楽祭に参加されたことがあるとか。声楽祭って何かしら。セントテレサ女学院の祭典ですよ。2つのチームが競い合い青春を満喫するのが趣旨のようです。それってカルミナのサプライズライブがあったお祭りよね。ちょっと見たかったかも。カルミナの後のライブも好評だったらしいじゃない。確か仲良し部だったっけ。仲良し部、仲が良さそうな名前でやばいですね。いや、そのまんますぎでしょ。声楽祭か、なんだか楽しそうね。それに仲良し部の人たちも気になるわ。それじゃあ私たちも負けじと仲良くしましょう。ほらほらシャピーちゃん、キューですよ。え、ええ、キュー。3.5 周
周年まであと11日。お祝いの準備進んでないんだけど。昨日に戻りたいわ。そういえばそんな魔道具があるって聞いたことがあるわね。確か名前はタイムラーベ。何それ、やばいわね。でも本当にあるんだったら準備よりももっとやり直したいことたくさんあるんだけど。もしや正月の件でしょうか。あの時はお金がなくて苦労しましたから。あれはそうね。お金を湯水のように使うペコリーノを止められたらあんな苦労をすることもなかったし。そんなこともありましたね。やり直したいといえばキャルキャルの方かと思いましたよ。バラスンじゃないわよこのアホリール。シフィーはそれ知らないんだから。こうなったらもうなんとかタイムラーベを探し出して今の会話をなかったことに。ってどうしたのよシェフィー。うん、もし私だったら私が知らないみんなとの時間を見てみたいなって。シェフィーちゃん、タイムなんとかなんかなくても大丈夫ですよ。一緒な時間はこれからどんどん作ればいいんですから。はい、今この瞬間も未来にはかけがえのない思い出になっていることでしょう。だからそんな顔しないの。ほら、お祝いの準備進めるわよ。みんな、そうね。最高のお祝いにして、最高の思い出にしましょう。あれです。3.5 周年まで、あと10日。もうすぐですよ。楽しみすぎて、やばいですね。そういえば、たくさんのおもちゃが子供たちを襲うっていう騒動もありましたね。なんでも勝手に動き出したとか、学校や孤児院とかにちっちゃなおもちゃが乗り込んで暴れたみたいですよ。暴れたって言っても所詮はおもちゃじゃない。どうせ小さいんでしょ。だったら魔法で全部ぶっ飛ばせばいいじゃない。大したことないわよ。キャルってば、相手は子供が大事にしてるものなのよ。乱暴な発言は目でございますよ。子供の教育に悪影響を与えてしまいますから。キャルちゃんだって意外と猫グッズとかたくさん集めてますよね。もしその子たちが暴れたら。うっさいわね。意外とか言うな。まあ確かに正面切って魔法でぶっ飛ばせないかもね。キャルちゃんのそういうところ好きですよ。そんなキャルちゃんに猫グッズをプレゼントしちゃいますね。一部で流行っていたたい焼き屋のおまけフィギュアですよ。乱暴に扱ったりしないでくださいね。一人でに暴れ出しちゃうかもしれませんから。3.5 周年まであと9日。ここで皆さんにビッグニュースですよ。 3.5 周年を祝う生放送に去年と同様美食伝の皆さんにご出演いただくことが決定しました。え、本当ですか。それじゃあ今から張り切って生放送中に食べる魔物料理を作らなくちゃですね。いや、頑張るところはそこじゃないような。というか去年も出演してたのね。すごいじゃない。はい、とても緊張しますがやりがいのある大役です。一緒に頑張りましょうねシェフィー様。私も出るの。でも私も美食伝の一人だものね。それなら今からしっかり準備をしてコンディションを整えないと。生放送直前のカチコチになったシェフィーの姿が楽しみだ。去年のキャルちゃんは緊張しすぎてずっと震えて可愛かったですもんね。今年もあの姿が見たいです。ぶっ殺すぞ。というわけでプリンセスコネクト2大部の魅力をお伝えする生放送をお楽しみに。
3.5 周年まであと8日でございますよ。楽しみですね、主様。そういえばあんた、夏休みの宿題はきちんとやってるの？宿題、学校に通うのも楽しいことばかりじゃないのね。あれ？そういえば少し前にルーセント学院で何かあったような。ああ、始業式の日に大捕物があったって話題になってたわね。夏休みを終わらせないって騒いでたっていう話？あれ本当なの？都市伝説だと思ってたわ。その一件ならよく存じ上げております。ですから主様、次の機会には私と一緒に頑張りましょう。楽しそう。私も一緒にやりたいな。ママ、じゃなくて、コッコロさん。私も混ざっていい？もちろんでございます。仲良くお勉強いたしましょう。しれっと教育ママが生まれてる。お勉強は大切ですよ。ケルちゃんも一緒に頑張りましょう。3.5 周年まであと7日。ふふん。ねえ、コッコロさん。キャル、どうしちゃったの？とてもご機嫌そうに鼻歌を歌ってらっしゃいますね。耳も尻尾もリズミカルに揺れて、ノリノリでございます。あれはですね、カルミナの皆さんのサマーライブのチケットが手に入ったからなんですよ。え？あのライブのチケットって確か入手困難だったんじゃ。ふふふふん、シャイニングフューチャー。なるほど、キャル様があのようになってしまうのも頷けますね。あ、カルミナのシャイニングフューチャーの中にシャイニングフューチャーって歌詞はなかったはずだけど。うはぁ、あんたたち何人の鼻歌を勝手に聞いてるのよ。これは別にカルミナの曲じゃなくて私のオリジナルソングよ。聞いたらお金取るわよ。キャルちゃん、カルミナのサマーライブ思いっきり楽しみましょうね。3.5 周年まであと6日。3人も言ってたけど、あっという間だったわね。え、生放送の意気込み？突然何？とにかく失敗しないように台本たくさん読んで、それから、え、トラブルがあったらどうするのかって？それはとにかく落ち着いてスタッフさんの指示を聞いて、それから、どうされましたか、シェフィー様。ママ。よしよし、緊張されてるのですね。ママがそばにおりますよ。主様、少々お待ちくださいませ。ふう。シェフィー様、生放送への意気込み、お話できそうですか？恥ずかしすぎて、もう生放送出られない。主様、3.5 周年まであと5日でございます。ですがその前に、生放送がありますね。生放送に向けた意気込みでございますか？もちろん私は主様のために全身全霊を込めて楽しい時間をご提供いたしますと意気込んでみましたが、うまくできるか少し不安です。声が小さくなったり間違えてしまったらどうしようと。ですが私は一人ではありません。
美食殿の皆様がおります。どんな困難も皆様と一緒なら乗り越えられると私確信しております。それに今回はシフィー様もご参加されるわけですし、ママとしてお手本にならねばなりませんね、主様。 3.5 周年も食卓を囲んでいる時のような楽しい思い出を一緒に作りましょうね。え、あれです。 3.5 周年まであと4日。やばいですね。はいはい、やばいわね。というか、もうすぐ生放送だけど、あんた準備はできてるの？バッチリおいっすーですよ。王家の装備も全開です。あとは前回を超える最高のおいっすーをお届けできるように練習あるのみですかね。キャルちゃんはどうなんですか？おいっすー、お毎日ちゃんと練習してますか？わあ、なんで私までその変な挨拶を練習しないといけないのよ。もしかしてやってないんですか？ダメですよキャルちゃん。シェフィーちゃんだってちゃんと毎日練習してるのに。こうなったら私がキャルちゃんにおいっすーのおからしっかり教えてあげないと。おいっすーのおは口を大きく開いて、ドラゴンの骨付き肉にかぶりつく直前をイメージして。だから私はやるなんて一言も。おいっすー、聞きなさいっての。3.5 周年まであと3日、そして生放送は明日。もっと台本を読み込んでおかないと。あと発声練習も。おいっす、うん、こうじゃなかったわね。確か、あんなに練習したのに、これじゃみんなに迷惑かけちゃう。美食殿の一員として認められるように頑張らないといけないのに。よし、もう一度。やってますねシェフィーちゃん。何よ、考えることはみんな同じってこと？シェフィー様、よろしければ仲間に入れてください。一緒にやればきっとうまくできます。みんな、もちろんよ。それじゃあ明日の生放送に向けて一緒に練習頑張りましょう。3.5 周年まであと2日と迫った本日はいよいよ生放送です。美食殿の皆さんが準備に入られていますので、それぞれつないでみましょう。まずはペコリーヌさんです。今日もおいっすー、みんなで一緒においっすー。お手本になるような発声練習ですね。それでは続いてコッコロさん。はじめちょろちょろなーかぱっぱ。生放送前に皆様で食卓を囲んで英気を養いましょう。さすが美食殿のママですね。そしてキャルさんは？大丈夫大丈夫、私は大丈夫。すごく震えてますけど大丈夫でしょうか？そして今回初参加となる期待の新人シェフィーさん。あう？あ、ちょっとシェフィー、何赤ちゃん帰りしてん。噛んだわこいつ。シェフィー様、緊張しすぎてしまったのでしょうね。お、よしよし。シェフィーちゃん、そういう時は手のひらに好きな文字を書いて食べちゃうといいですよ。現場からは以上です。生放送はもうすぐ、特別なお知らせもありますのでどうぞお楽しみに。3.5 周年の記念日もいよいよ明日ね。って、あれ
記念日はこの森へ行きませんか？すっごく美味しいお肉が取れるんです。うげー、またあの魔物。さすがに今度は丸焼きとかはやめてよね。見た目がヤバすぎるし。キャル様もだいぶ魔物肉に慣れてきたようですね。調理ならば私にお任せください。みんな何をしているの？なんだか不穏な単語が聞こえたんだけど。シェフィーちゃん、明日の食べ尽くしツアーの相談をしてたんですよ。はい、明日は美食殿の一員となったシェフィー様と一緒に初めて記念日を過ごすのですから、特別なコース料理を用意しませんと。猫の毛も逆立つようなあれこれを食べさせられるから覚悟しておいた方がいいわよ。期待しててくださいね。シェフィーちゃんとあなたにおいちーって喜んでもらえる最高のごちそうを準備しますから。分かったわ。私も美食殿の一員だもの。それにあなたも一緒みたいだし、最後まで頑張ってみるわ。それではいつものあれをやりましょう。準備はいいですか？いきますよ。祝 3.5 周年おめでとうございます。この日を迎えられたのもあなたがプリンセスコネクト美大部を遊んでくれているおかげです。ということで皆さんからあなたへ一言ずつ感謝の言葉をどうぞ。感謝の言葉ですか？私は毎日あなたに感謝してますよ。美食殿の仲間になってくれて、一緒にご飯を食べてくれて、何より今でも私をペコリーヌって呼んでくれてありがとうございます。これからも私はあなたのペコリーヌです。やばいですね。え、今度は私？感謝ってまあそうね。あんたには私が辛くて苦しい時に助けてもらって、でもおかげでいろいろ吹っ切れたわ。もしあんたが困ってたら今度は私が助けてあげるから、その時はちゃんと言いなさいよ。次は私ね。実はよく覚えてないのだけど、空から落ちてきた私を受け止めてくれたのはあなたなのでしょ？最初に私を見つけてくれたのがあなたでよかったって思ってるの。おかげで私は居場所を見つけたから、あなたがくれたもの大切にするわ。では最後に私から。私は主様の元を離れた日、このように記念日をお祝いすることは二度とないと思っていました。ですが主様は私を迎えに来てくださり、今もこうしておそばに置いてくださっています。私にとって毎日が記念日です。私たちの物語はまだ続いていきます。これからも一緒にページを作っていきましょうね。それじゃいつものあれで締めますよ。みんなで一緒に3、はい、これからもよろしくお願いします。